こんにちは。助産院のブログ、助産師の久子です。はい。今日は、妊娠36週と4日目でございます。臨月に入りましたが、昨日エコーやってもらったけど、経管の長さはまだ 4.6 センチ、むっちゃくちゃ長くて、この重たい子宮をよう支えとんなと、私の子宮口はどうなっているんだと、どんだけ頑丈やねんっていう。これほっといたらまだまだお産になりませんね。まあ、来週もね、帝王切開決まってるんですけどね。そんな感じ。はい。まあ、元気な臨月妊婦ですわ。なんで病院にこんな高度な医療の病院に入院してるんか意味わからんみたいなことやねんけどね。まあ、なんせ、胎盤の位置が低いんでね、大出血起こしたらえらいことになるから、管理入院でもう病院に寄ってくれという、そういう理由で、ただここに住んどるだけという、はい。そんな感じの毎日を送っております。ここにも、タライの動画、タライの温座浴の動画、ちょっといろいろ上げてるんやけど、私タライにハマってしまってさ、はい、タライの温座浴続編話したいと思います。頑張らんで、適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。沖縄ではですね、こんな、だいたい深さが17センチ。タライを購入して、まあ、沖縄は見たじゃないみたいなんですけどね、一部の地域みたいなんですけど、タライを購入して3000円に、うん、病院の売店で売ってんねん。で、それを持って病院、入院グッズとともに、タライを持って入院するっていうね、大阪の人間からしたら、どういうこと？っていう、そういう文化があるんですね。本当に私衝撃やったんですけどね。最初の頃はもう意味がわからんし、そんなん経験したこともないから、大阪では、本土では。だから、なんそれみたいな感じで。タライは頭から落とすもんやろ、エクションバーンみたいな。コントやろ、ドリフやろとか言って、ちょっとディスってて、怒られちゃったんですけど、沖縄の人に。すいませんでした。いや、まあでも、本来の使い道っていうのをね、ちゃんとやってみようと思って。効果があるって産後も翌日から使ってみようっていうね、タライにお湯を汲んで、で、そこにこう座るんですよ。で、シャワーをずっとこう肩からかけながら、だいたい7分ぐらいやると、骨盤の中の血流が良くなってきて、腰まで使ってるとね、傷の、治り早くなったり、痛みがマシになったり、で、血流が良くなるから、なんせ産後のそういうオロの排出とかも良くなるし、とかっていうね、産後の回復を早めるっていう、そういう効果がありますよと。7分ぐらいで血流が良くなって、でも、そっから10分、15分ぐらいで、それ以上やってももう効果はないらしいんですよ。だから15分ぐらいそのタライの中に座るのね、足開けて。なんか、間抜けな、図やなって最初思って、おもろって思ってたんですけど、なんか産後だけやるのもったいないなと思ってね。で、妊娠中もよくよく考えたら、その骨盤内の血流を良くしておくっていうのはもう絶対必須なんですよ。ぬるめのお湯で湯船浸かりましょうねって指導するしね。ただ、やっぱ妊娠中ってその血圧の変動が激しいから、心臓まで使っちゃうと、それで、クラッてしてね、お風呂でバン倒れたりとかっていうこともあるんですよね。だから、おすすめとしては、半身浴、ここまで、心臓の下までですよね。そこまで、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、骨盤内のね、血流を良くして、栄養も柔らかくなるから、進展が良くなるから、閉園裂傷とかもなりにくくなるし、あとは G になっちゃう人とかもいるでしょう。そういう人たちも、G っていうのは、まあ言うたら、肛門部分、直腸の静脈瘤だからね、あれも血流良くしてあげることで、ちょっと収まるし、便秘の人とか、あとは、足の付け根、骨盤が緩んできてっていう人たちも、やっぱり冷やすよりは温めた方が絶対にいいしっていうね、いろいろ妊娠中もやっぱり温めた方がいいんですよね、下半身はね。せっかくそんな、たらい買ったしね、産後までそのまま病院にベッドに置いとくのもったいないな、もったいないよ。なんか使われへんかなと思って。うん。ほんで、そうやわ、妊娠中かって必要やわと思って、妊娠中も今臨月なんですけど、ちょっと毎日今やってるんですよね。いいんですよ、めっちゃ。バカにしてごめんなさいっていう感じなんですよ。病院って、本土でも、沖縄以外ね、病院って意外と、こう、入院中、湯船って疲れないんですよね。切迫早産とかで安静で、こう、
お風呂入ったらあかんとかいう安静指示が出てる人はちょっとできないんだけど、そうじゃなくて私みたいに低地胎盤とか全地胎盤で単なるその管理入院とか、あとは糖尿病とか高血圧とかでお風呂別に入ってもいいですよ、ただ管理入院で病院にいてくださいっていう妊婦さんの入院の場合は、湯船に浸かれないの結構きつい。入れる病院やったらいいねんけど、もしそういうのがなければね、ぜひ妊婦さんの入院にもたらい沖縄見習って、温座浴たらい持って入院して、これ絶対いいって、うん、もうおすすめ。それでね、あともう一個思いついたんですよ。私産後ね、1ヶ月検診までシャワーオンリーって言われるよ。でそれを聞いてると、多分多くのママたちがね、その産後にそもそもお風呂のお湯に浸かること自体があかんのかなって思ってる人多いと思うんですよ。でも実はね、そうじゃないの。温座浴が物語るように、産後こそ、産んですぐこそお湯にしっかり浸かって、その骨盤内のね、血流を良くしてあげるっていうことで、産後の回復絶対早くなるんですよ。だからお湯に浸かったらあかんから、だから家帰ってお風呂入ったらあかんわけじゃないねん。それちゃうねん、ちゃうねん。お風呂、家のお風呂に入ったらあかんから、シャワーだけにしときましょうっていうことになってるかっていうと、最近のお風呂って、追い炊き機能があるでしょ。追い炊き機能あるお家って、ぬるくなってきたら何回もこう、追い炊きしながら入ったりとかしません？あれをすることで、あれの排水口っていうんですか、配管？うん、そこのところに、ただお湯を何回も温めたり、ちょっと冷めたりっていうことを繰り返すことで、それでそこにね、ラジオネラ菌っていう菌、バイ菌が繁殖しやすいんですって。だいたいなんかね、36度から37度ぐらいかな、うん、ぐらいの お湯の温度でラジオネラ菌っていう菌が大繁殖しやすいんですって。で、その菌が危ない。傷ある、まだ産後回復してない、体自体が慣れない育児始まってる、寝不足である、メンタルもボロボロ、そういう抵抗力が落ちてる時に、追いだけ機能のある湯船に浸かってしまうことで、ラジオネラ菌っていうのにもしも感染したら、どんな症状が出るかっていうとね、今新型コロナウイルス、いろいろ感染拡大してるでしょう。あの症状に似た感じになるんだって。呼吸器症状が出る。まあ、熱とかも出るんだけどね。呼吸器症状、ひどくなったら肺炎になります。で、それプラス、中枢神経の症状が出るんだって。手足がこう震えたりとか、あと意識が朦朧として眠っちゃったまま起きなくなったりとかっていう、意識っていうところ、そういう部分になんか、働きかけるような、そういう症状が出るんですって。で、ちゃんと治療すればね、治るんだけど、何も治療せえへんでほっといたら、ラジオネラ感染症っていうのは致死率がなんと 60%。 コロナとかよりよっぽど怖いですよね、うん、そういうのが怖いから、産後は家の湯船には浸からないでっていう、だからシャワーだけにしてっていうんですね。でもそれ聞いたらめっちゃ怖いと思うでしょ。産後じゃなくても家のお風呂めっちゃ怖いやんって思ったでしょ。違うの、違うの。だから今日はその何日も追い炊きして、その昨日使ったお湯を次の日もまた追い炊きして使うとかね、そういうことをしなくて、その毎日毎日お湯を入れ替えてれば、ラジオネラ菌っていうのは絶対に繁殖しないんだって。普通に毎日お湯を変えてればいい。じゃあちゃんと湯船掃除しとかなあかんのかな。それも別にいいんだって。そのめちゃくちゃ汚かったらあかんよ。まあまあ常識範囲内でちょっと触ったらザラザラしてるわ、赤が取れてませんわみたいなことってよくあるじゃないですか。そういう程度だと全然大丈夫なんでね、通常モードで、でお湯を毎日張り替えるっていうことさえすれば、ラジオネラ菌っていうのは増殖、繁殖、大繁殖しないんですって。で、まあ感染しやすい人として、その産後のママさんもそうだし、あと生まれて間もない赤ちゃん、抵抗力ないよね。あとはもうだコロナと一緒だね、基礎疾患持ってるおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、そういう人たちは感染しやすいということも言われているけど、まあまあちょっとこの話したらもうみんな神経質になっちゃうかもしれないけど、まあなんせ普通に暮らしてたらその感染症にはなりません。なので神経質にならないでね。まあそれプラス、家のお風呂、その追い炊きをして使うっていう、何日も同じお湯を使うっていうことをもしやっちゃうと、そこに大腸菌がふわって大繁殖するんですって。やっぱりどうしても赤とか
ね、出るじゃないですか。お風呂に入れば。ね、皮脂が出るでしょ。だその皮脂がどうしても湯船の中にこう溜まってくる。で、それにお湯温めるから。ということは、温めるお湯っていうことは、菌が繁殖しやすい状態だよね。うん、そういうことやね。そうしたら傷がある産後の体によろしくないよね。うん、そういうこともあるので、家庭のお風呂は避けましょうという、それが、産後1ヶ月までお風呂に浸かってはいけない理由なんですよ。お湯自体に浸かったらいけないということじゃないのね。清潔なお湯には逆にだから浸かった方がいいわけですよ。ってなったら、温座浴じゃね本土でも浸かったらいいんじゃん。だってこれから寒くなってきて、冬になってきたらね、冬の出産さっぷりで、産後1ヶ月シャワーオンリー。めっちゃ寒い。そんなんやったら入らへん方がマシ。シャワー浴びて余計寒なるっていうね。私も12月に3人と、3月に4人産んだことがあるんですけど、もう冬の出産ほんま産後、もう肩まで疲れたいってもうほんまに思うもんね。うん。だから、そういうことを経験しなくていいためにも、温座浴したらいいね。内地こそ。沖縄なんかあったかいから。ええね。内地やって雪が降る、もう凍えるような冬寒い時の出産産後。沖縄見習って、辛い。もし、そんなん持って入院したら、何ですかって多分、本土では、病院びっくりされると思いますけどね。でもこういう素晴らしい効果がありますので、病院もそれ持って入院したらええし、で、産後も使ったらいいと思うし、1ヶ月間。結構温まるよ。私毎日今やってるけど感動してますもん。めっちゃポカポカになりますもん。ほんなら副交感神経、リラックスホルモンが出るから、メンタルもすごいこう元気になる。うん、いろんな意味でおすすめなんで、もう沖縄様々です。もう助産師としてのこのスキルも上げてもらって、こんなこう気づきをさせてもらって、私今、たらいのファンになっています。そして、そういう本来の、医学的に立証されている素晴らしい効果とともに、やっぱり大阪人としては、よいしょ、バーンっていうコントもやってほしいと思うし、で、あとはね、今練習してるんで、どうせ病院行ってて、今暇やし、やることないし、たらいをね、指一本でこう、くる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 たらい回し。これ、猛特訓中なんですよ。初めての帝王切開を経験して、たらいの使い方も経験して、新しい発見もして、すごいスキルが上がったところに、今回の12人目の出産で、さらに指一本のたらい回しまで獲得したでって言ったらかっこいいじゃないですか。無駄に入院はしません。いろんなことをできるようになって、私は今回退院しようと思っています。ごめん、たらいはディスってないからね。コメント、お手柔らかにお願いします。どうもどうも。12人目妊娠中、もうすぐ出産の助産師久子の子育て学校、チャンネル登録して、ぜひ入学してください。